ファイファイゲームファイファイファイゲームファイ。皆さんこんにちは、ウザナギオンラインのお時間です。って言ってもね、今回ゲーム画面はないんですけど、はいはい、ちょっとね、前回の動画の続きになります、はい、そのイザギな T シャツは何ですかそれ。イザナギですよ。え、これ前も見たじゃないですか。え、嘘、テープ貼ればどんな T シャツでもイザナギ T シャツできるって魔法ですよ。ああ、ってことは今日ファイターさん後ろ向けないってこと。向ける。おなじみのイザナギオンライン T シャツですよ。あ、マジごめん。な、高橋さんもやります。やりたくない。え、恐れ恐れ。やりたくない、絶対にやりたくない。はい、ということで前回目のあらすじをちょっと説明しますと、はい、あらすじがあるんですね。そうそう、あらすじ、僕らが作ってきたイザナギオンラインの CM を、はいはい、本当に広告として流すことになったんですね。はい、そういう話でしたね。マックスのない動画以外で、うん、で、その動画はこの忍者動画。ドン。私は現代に生きる最後の忍者、手裏剣だって。ピシュッピシュッ。ちょちょー。でもイザナギオンラインなら手裏剣投げまくり、ほーれプシンプシン、忍者オンライン RPG イザナギオンラインなわけですよ。これでしたね。そう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 、素晴らしいよこれも。いや、ファイターさすがだよ。しかしこれね、どんな効果を生むかわかんないですよ。普通の動画と違いますからね。あの、そう、最新の RPG とかやってるああいう普通の動画と全然違うから、そうだよね、効果が出るのが。なんかいつもそういうの流れてきたら流しちゃうけどさ、そうね、違うと思う。なんだこのおっさんとか言ってちょっとね見ちゃう。うんってなるよ。なる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 。で、僕ら言ってたところに彼ですよ、動画班の MC 西下がやってきて、あいつ確信犯だよね。この人、そう、俺が動画作って、あの、お前らの動画は楽しいけどダウンロードには繋がんないとか言い始めて、で、俺が動画作ってきたからそれを使えって言って、で、あ、まあ、じゃあ比べてみようじゃないかってことで、結構でも悔しいことにクオリティ高かったんですね。これ、ドン。前代未聞忍者オンライン RPG 巨大怪物きたきたきた。忍術を駆使して超高速アクションでぶっ倒せ。世界を救えるのは君だ、イザナギオンライン。はいはい、はい、ナレーションとかプロ級なんですよね、これ。なんかよくわかんないけど、すごい、その悪い意味で言ってるんじゃないですけど、さっき僕たちが言っていたようなよくあるようなあれみたいになってます。すごい、こんなクオリティの動画が今までこのアップバンク関連のチャンネルに上がったことあるか。あるわ。あるけど、あるけど有数のクオリティですよね、うん、トップどれぐらいかは分かんないけど入ってる。すごい入ってる。すごい、ファイナルカットだって思ったもん。そう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 。だって僕なんてイザナギオンラインとかデモとかやってんのに、ね、巨大生物きたきたきたとかやってるわけですよ。すごかったよね。ね、すごかった。でですね、その結果はもう来たわけですよ。で、あそこ結果出たの。結果出てます。ただ申し訳ないんですが、細かい数字はいろんな契約の関係で見せられない。そりゃそうだ。はい、ということで、はい、ちょっとというわけで詳細のデータをエクセルデータにしてここに貼り付けます。ボン。いや、無理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 なんで、ちょっとじゃあ皆さんに見ていただきます。まず西下さんの作った動画のデータです。僕らは見ていい。まずですね、読み上げます。あ、ダメですダメですダメです。どう、こんな流れてるんですよ。うーわ、これやばいことに僕らすでになんていうか、彼が負けたらラップ作りますよとか言ってたんですけど、前回言ってましたね。これすでに普通の動画広告、動画をクリック見て、クリックしてゲームが気になった人の割合っていうのが CTR で、パーセントで表示されるんですけど、なんとそのパーセンテージが通常の動画 CM の3倍。3倍、結構もうすでにもうシャア専用ぐらいの勢いでおかしい数字を叩き出している。でもうこれ僕らイザナギに貢献したってことですよね。すでに通常の広告の3倍効率がいい広告をしてしまった。まあ僕彼のおかげだけどね。で、さあ気になる、そして気になる、出しちゃいなよ。でもファイターのやついきます。これです。ちょっと待って、もうさっきの見せて。すごいでしょ。じゃあいきなりもう結果だけ出しちゃいますよ。結果、ガチ CM とネタ CM どっちが勝ったか。はい、なんと通常の3倍の成果を出したガチの CM は、しっかり MC 西下作ったしっかりしたやつがネタ CM 勝ちました。ネタ CM はなんと通常の3倍をさらに超える成果を出しています。ちょっとびっくりした今。嘘、広告業界になんかだってね、
革命が起きるって。いけるでこれ。これいけるますよ。いけるますよこれは。そうそう。これはいけるます。そう。だって普通に広告配信したじゃないですか。ただ3倍以上の効果を出すってことは、もう僕らイザナギオンラインにものすごい貢献しましたよ今回は。この動画2本通じてプレス出そう、プレス、そうプレスリリース出してもいいぐらい。ということで、あのちょっとじゃあ今ちょっと曖昧な数字で申し訳ないんですけど、彼のガチ CM はなんと通常の3倍の効果を叩き出しました。しかしネタ CM は通常の 3.5 倍ぐらいの効果を叩き出して、彼の CM を下してしまいました。イエーイ、すげえじゃん。すごいんですよ、初めてイザナギちゃんと。こんなのさ、前の動画撮った時さ、うん、僕なんかもう明らかに結果はさ、火を見るようになったようだったからさ、もう途中でやる気なくなってたんですけど、ちょっと僕も結構ね、あれなんですよね。まあ僕ら勝ちますよって言いながら全然心の中で信じてなかった。まあ無理でしょうね、うん、みたいな。負け戦、負け戦で。そう、でもやっぱりまあ変なおっさんが映ってたらちょっと気になるんでしょうね。で最後まで見た結果クリックしてくれるみたいな。ということでですね、あの皆さんが楽しんで見てくださっていたあの動画、はい、ものすごい広告効果がありましたというすごい事実を残して、今回は初めてものすごくイザナギに広告し、あの貢献しましたという実感と充実感を持って動画の締めとさせていただきたいと思います。やった。まあ待てよファイター、はい、悔しい。前回のあれだよ、前回のあの公約っていうか約束っていうか、あれをちょっと思い出したまえ。あれなんかイザナギオンラインのラッ、う、頭がMC 西下が頭がまさか実現してしまうとは。どうぞ。え、今ですか。なんか、まあ、フリースタイルでやれ。そう、フリースタイルっていうのがあるって聞いたことがあります。ということで、なんか、はい、PC が出現して音を準備してこれからフリースタイルやってくださるそうです。あのフリー、すげー、フリー音源の、うん、フリー素材か。はい。で、それをネタに彼がフリースタイルするらしい。はい、イザナギオンラインで負けてしまったので、はい、すげえ、本当にできるんだ。やべえ、だって MC だもん。まあ確かにね、 MC 西下って本当に MC だ。今まで僕嘘ついてんなって思ってた。同じく、うん、なんかあの格好だけの、うん、よくあるやつだ。そう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 、中学生ぐらいの時に8マイル見たやつが、あ、そう僕リアルタイムだったからさ。はい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 。で、日本人もラップができるようにみたいな感じで、うん、それで言ったら僕 B-Boy パークとか行って聞いてたからね、フリースタイルのバトル。おう、え、行ってバトルしてきたんですか。いや、僕がやってたわけじゃなくて好きだったから聞きに行ってたって話ですか。へぇー、じゃあ今日の判定役は高橋さんにお願いします判定も何もないよ僕はね、ラップはすごい疎いんで。あ、そうなんですか。なんか韻を踏んでなんかこうやってるみたいなイメージしかない。実はあのバカにしてるわけじゃないですよ。はい、なんか韻を踏む言葉のセンスが重要みたいな感じで、あとゆらゆらして上手い人はね、上手い人はね、もっと流れで来るんですよ。はいはいはい、はい、その語尾だけで応援するんじゃなくて流れで踏むんですよ、ちゃんと。ほう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 。まあいいや、そんな、まあ、じゃあまあ上手いかどうかはこれから分かるということで、西田さんお願いしますそう、なんかそわそわしてきたちょっと緊張してきた。じゃあ、お願いします。あ、マイク大丈夫ですかここで。あ、はい、そうか、じゃあ位置変えます。位置変えましょう。じゃあ今回はワントップ、はい、いや申し訳ないです超無茶振り本当に。じゃあ、お願いします。お願いします。はい、お願いします。よよ、イザナギオンライン CM 始まる。そんな感じどうでしょう。フリースタイルでやっていくこの意思を伝えるよ。韻を適当に踏んだところで俺の MC に資したの力がなる威力を見せつける。だけど負けちまったこのファイターによ、マジで悔しいぜ。ほんと緊張してるこの空間マジで謎。ほんと高橋さんも見てて苦しんでるから、ちょっと落としどころを決めなきゃいけないな。マジでマイナーな俺がこんな感じでラップ、これ恥ずかしい。だけどそう言ってる暇はマジでないし。いや、ありがとうございました。これ罰ゲームでも何でもないよ。いや、すげえ、ちゃんと出る。西下得じゃん、ただの。そうそうそう、西下特集次回からあのメインが変わりますみたいなね。そう、インパクトでかいですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、CM 対決
いやー、ファイターさん完全に持ってかれましたね。僕らは CM では勝ったけど勝負では負けた。そんな感じです。まあただね、どちらの CM もね結構面白かった、はい、でそれなりじゃない、かなりの成果上げてますから、ぜひまだ CM 見たことがない方は概要欄にリンクがありますのでそちらからご覧ください、はい、そして、ゲームもぜひ始めてくださいと。そうですね、昔まで2ギガだったんですけど最近分割ダウンロード式のが実装されて、はい、少ない容量でも落とせるようになったんですよ実は。あ、はいはいはい、そうですね、なんで今まででかいよって言ってた方もぜひこの機会にダウンロードしていただけると嬉しいです、はい、でさっきのフリースタイルがですね音源化されますので。え、マジで。はい、はい、スタジオ村井に行きたいですか。はい、スタジオ村井から出ます、はい、嘘です。はい、ということで今回はイザナギオンラインのラップを披露しました。ちげえよちげえよ。 CM 対決違うだろうが、はい、イザナギオンラインの CM 対決でした。それでは今後の日でゲーム。 Hey, what's up man? チャンネル登録してくれよな。 Yeah, この動画見てくれてマジサンキュー。本当に盛り上がるこの動画、他の動画もチェックしてくれよ。 Yeah。Peace!